500円硬貨。500円硬貨とは、日本国政府発行の貨幣。500円玉とも呼ばれる、額面500円の硬貨である。記念硬貨などを除いた、一般流通硬貨では、額面である500円は、日本の硬貨で最高額であるばかりでなく、世界で有数の高額面硬貨である。登場当時も、スイスのゴフラン、ドイツ、旧西ドイツのゴマルク。 スペインの500ペセタ効果と並び、高額面効果として話題になった。このことが韓国の500オン効果など、低額面の効果による大量の通貨変造事件、口実を招き、2000年、平成12年には、海中を余儀なくされた。ドイツやスペインでユーロが導入されて、最高額面効果は2ユーロとなったため、現在はキューバの5ペソ効果。 キューバダカンペソは1.08ベイドルに、ペック、スイスの5フラン効果と並んでいる。それぞれの効果の額面の価値は、各国の為替レートの変動による。ただし、キューバの5ペソ効果は、記念効果ではないものの、流通は、かなり稀である。1982年、昭和57年に500円紙幣、岩倉智美の肖像の C500 円券に変わり、登場した。 表面には、霧が、裏面には、竹と立花がデザインされており、裏面の500の数字の書体は C500 円券に由来す。材質は、銅75%、ニッケル25%の白銅製であり、同じ白銅系の50円硬貨、100円硬貨より大きくすることは当然だが、どの程度大きくするかについて、携帯の瓶、他の貨幣との識別、 諸外国の工学貨幣とのバランス、自動販売機等の関係を検討した結果、直径2 6 5ト、mm、ルという大きさになった。なお厚みは実測で1 8 5ト、mm、ルとなっている。円には偽造防止技術の一つとして、日本500の文字、レタリングが繰り返し刻印されており、造幣局創業以来初めて採用された技術であるが、その刻印は、 演習の文字の刻印の向きに対して、裏表を揃えずに刻印しているため、日本五百の文字を正しく読めるように置いたときに、上面が表になるものと裏になるものとがほぼ半ずつ存在する。年名では、昭和六十二年名の製造枚数が最も少なく二百七十七万五千枚、昭和六十四年名がそれに次いで少ない千六百四万二千枚。 これらの年名の未使用効果は、古戦章などで額面を超える価格で取引されていい。工術の通貨変造事件の多発により、2000年に500円ニッケル王道化に引き継がれる形で発行が停止された。2000年、平成12年8月にデザインと材質を変更した2代目が登場した。この2代目500円効果、500円ニッケル王道化は、記念効果を除けば、 日本で平成時代に新規の仕様で発行された唯一通常効果である平成時代には記念効果は多数の種類が製造発行されている直径や表面の切り、裏面の竹と立花のデザインなど大まかな外観に初代効果との差はないが主に偽造防止のため以下に示すようないくつかの違いがある初代効果が白銅製だったのに対し 2代目硬果では、銅72%、亜鉛20%、ニッケル8%のニッケル王道製となった。これにより電気伝導率などが変わるため、機械での偽造効果の検出が容易になった。またこれに伴い、色がやや金色がかり、両目も 0.2g 減っている。偽造防止を図るため、表裏のデザインがマイナーチェンジされ、側面の衣装も変更された。 初代と二代目の効果は設計上は厚みが同一ということになっているが、実際には二代目効果の厚みは実測で 1.81mm となっており、初代効果の 1.85mm と比較してわずかに薄い。この差は効果の円が平滑面に陰クからギザに変更されたためである。このため、初代効果50枚用のコインホルダーに二代目効果が51枚。 収納できる場合がある。2021年、令和3年にデザインと材質を変更した3代目が登場予定である。新たな偽造防止技術としては、現段階で公表されているだけで、以下のものが採用される予定である。2代目効果で、すでに採用されている、微細線、微細点、線像は引き続き採用されるが、このうち線像は2代目の縦線と、 500円の文字から500円、ジャパンの文字に変更となる。なお、利面のデザインについては上下左右の竹と立花のうち、下の竹がなくなり、利面株の製造年の文字は、直列から円に沿っての円弧状の配置に変更となる。1982年に500円硬貨が導入された。同年、韓国でも500ウォン硬貨が導入された。当時の為替レートで、日本円で、 1> 約170円の価値であったが、材質も大きさも500円硬貨と全く同じ、直径 26.5mm の白銅製であり、両目のみ 7.7g とやや重いだけであったため、表面をわずかに削ったり、ドリルなどで穴を開けたりすることで質量を減らし、自動販売機で500円硬貨として通用させる例が続出した。主な手口としては、 変造した500ウォン効果を投入して、返却レバーを操作し、自動販売機に蓄えられていた、申請の500円効果を取り出すというものである。投入した効果とは別の効果が、返却口に出るという自動販売機の設計上の仕組みを悪用し、500ウォンと500円の為替レートによる差額利益を得る。また、申請な500円と間を盗むかに、 変造した硬貨を500円として通用させて、自動販売機から500円相当の商品や切符、あるいは釣り線を盗む手口もある。この手口に対処するため、投入した硬貨をプールしておいて、返却に備えるよう、自動販売機の構造が改められた。500ウォン硬貨以外にも、件数は少なかったものの、イランの1リアル硬貨やハンガリーの20フォーリント硬貨、 および50ホリント効果、ポルトガルの Q25 エスクード効果などを変造した効果、および偽造効果が使用されたことがある。このように、500円効果を取り巻く状況が非常に悪くなったこともあり、2000年に現在の2代目効果に改められた。2代目効果発行後、自動販売機や ATM の更新もあって、初代500円効果として通用させた造効果は、 次第に使用されなくなっていったが、2003年頃から散発的に2代目500円硬貨の偽造が報告され始めた。2005年1月末には、東京都及び福岡県、熊本県の郵便局の ATM や窓口から最終的に2万枚近くに上る大量の2代目500円偽造硬貨が発見され、同地域の郵便局では ATM での硬貨の取り扱いが一中断された。 一部の自動販売機では使用できる500円硬貨の枚数を1枚に制限している事例もある。なお2011年の時点では500円玉には強い需要があり電子マネーの影響を受けにくいであろうという一部指揮者からの指摘もあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。